山猫の悲劇師団、油断するな。国にあった人間かどうか確かめるのを忘れておった。決定、身元不明者2名死亡ってことでいいか。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが7つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃな。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり御身は決定、エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。御身には王国から捜索指令が出ておりました。生きたままトライオとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。おお、決定、事故死。Ha ha ha ha!
決定。フルカウンター。決定。フルカウンター。俺の勝ち。こらこら。蹴りをつける。ジスタントフルブレイク。この魔力を存分に使える。もはや相手にはなりません。祭りは嫌いじゃねえぜ。大したことではないのですが。大したことではないのですが。お待ちしていました。さてさてさて、よっしゃ行こうぜ。
リプルアタック。フルカウンター。俺の勝ち。人がたくさん集まってますね。お祭りでしょうか。ウィッス。お豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。こらこら。さてさてさて、
私は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、滞在に7つの滞在を友などとのたまったからだ。くそ、ミードはバカなことさえしなければ。ミード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にすんぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしら酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。ミードか。違うぞ。あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺もお手伝う。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。ピクリとも動かねえでやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。
案外楽勝でしたね。ただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて、ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け、ミード。ミード、ごめんな。ミード、